クガは、フォードヨーロッパにより生産され、ヨーロッパ諸国、アフリカの一部、アルゼンチン、香港、ブルネー、日本などの一部アジア諸国で販売される、コンパクトクロスオーバー SUV である。なお、日本国内における販売においては、2016年下半期をもって、フォードが日本市場から撤退したため、日本国内における販売は終了している。社名の国は造語であり、 クロアチア語、セルビア語、スロベニア語、ボスニア語などのスラブの言語で、ペストを意味することもあるが、意図して命名されたわけではない。アイシス、X モンディアルドロトモビル2006にコンセプトカー、アイシス X を出品、2007年9月のフランクフルトモーターショーに、量産試作者が参考出品され、2008年3月のジュネーブモーターショーにて、正式発表。 販売が開始された。プラットフォームは、同社のフォーカスや、マツダアクセラ、ボルボ S40、V50 と共通の、フォード C1 プラットフォームが採用された。エクステリアは、近年の欧州フォード社に共通する、キネティックデザインが採用され、彫りの深い造形と先鋭的なイメージ、そして大胆さを表現している。生産は、ドイツのフォードザール類工場において行われる。 当初、北米で販売される計画もあったが、ドルユーロの為替レートの関係で、計画は中止された。しかし、2008年7月には、北米における販売の再計画が行われていることが報じられ、後に、衣装の一部を手直しした上で三代目エスケープとして販売されることになった。エンジンは、直列5気筒2.5リットルターボガソリンエンジンと、 d p f 付き2.0リットル、コモンレールターボディーゼルエンジンが設定され、6速、MT、もしくは5速 AT が組み合わされる。駆動方式は、前輪駆動と4輪駆動のいずれかを選択することができ、後車については、スタンバイ 4WD の一種である、インテリジェントオードシステムを採用している。同システムに採用される、後輪にトルクを配分する。 アクティブオンデマンドカップリングは、エンジン、ABS、ESP、TCS など、様々なセンサーから送られてくる情報を瞬時に、演算時、か、減速時に、最適なトルクを車輪に配分する。また、発進時から最大10%のトルクを後輪にも、伝達し、前輪のホイールスピンを防止するなど、きめ細かい制御となっている。当初の駆動方式とエンジンの組み合わせは、 の2種類で、2010年2月のマイナーチェンジでは、ガソリンエンジンに変更はなかったものの、FF 用ディーゼルエンジンの出力が向上し、新たにオード用として同型式ながら、出力をさらに高めたディーゼルエンジンが加わり、全3種となっている。内装材は、アレルギー対策として、人体に影響を及ぼす有機ハロゲン化合物類が低レベルに抑えられており、 ロックスプルーフの認証を受けている。2010年7月23日ホードジャパンが同年秋日本に導入すると発表をおどのみ、同日六本木ヒルズにて発表会が行われた。欧州生産モデルが数年ぶりに日本市場で発売されることになる。2010年10月6日日本での販売を開始。グレードはタイタニウムとトレンドの2種で、 全車にフォードパワースタートボタンやインテリジェントオード、システム、車の横転を防止する、アーム、両席サイド、サイドカーテンエアバック、ESP、統合的に、各乗員保護装置を機能させる、インテリジェントプロテクションシステム、サイドビューカメラ等を標準装備としている。タイタニアムは、以上に加え、バイキセノン HID、ヘッドランプ、右手機関知式、フロントワイパー、 自動棒まばゆ、ルームミラー、赤外線反射コーティングを施した1.050、785mm のガラス製パノラミックルーフを採用。また、オートスピードコントロールや左右独立温度調整機能付けオートエアコン、シートヒーター内蔵のフロント本側パワーシート、運転席、助手席シートバックテーブルなども備える。カーオーディオは、 ソニー製のネディンサイズの CD プレイヤーが搭載されているが、ナビゲーションについては、ディーラーオプションの形で設定されている。2012年9月1日、最上級グレードとして、インディビジュアルを追加。バンパー開口部に台形のスクープを加えたほか、各部にエアロパーツを組み込み、アルミホイールはタイタニアムより1インチ、大きい19インチとなる。2012年のジュネーブモーターショーで、 初披露され、その後、欧州市場で販売を開始。先代からのデザインアイコンである、キネティックデザインを継承しつつも、ワンフォードプログラムにのっとり、2012年に北米市場で発表された三代目エスケープと共通のボディに変更された。メカニズムも一新され、プラットフォームは三代目フォーカスで採用された C1、プラットフォームの改良版を採用。 ガソリンエンジンはそれまでの2.5リットル、時期5から新開発の1.6リットル、時期4直分ターボのエコブーストにダウンサイジングするとともに、6速 AT に変更したことで、燃費も2割以上も向上。ディーゼルエンジンは、出力特性に応じ、2種の2.0リットルターボディーゼル、どしいを用意。インテリジェントオードは、ハルデックス製から自社製に切り替えたことで、 全100、50、全0、500の制御を可能とした。安全面については、前席はもちろん、サイド、カーテン、2位にまで、エアバッグを備えることで乗員を保護。また、時速30キロメートル以下での事故を回避、軽減させる、アクティブシティストップや走行中に、車高方の死角に入る、障害物や車両を検知して、注意を促す、ブラインドスポットインフォメーションも装備する。 また、エスケープで先行採用された足をリアゲート下にかざすと開く、ハンズフリーテールゲートも採用され、インテリアも全面刷新することで操作性とベンチレーション性能を向上させた。2016年2月19日にはマイナーチェンジモデルを発表。フロントフェースが最新のフォードデザインに変更されたほか、テールランプ、リアバンパーに手が加えられた。 日本使用者は2013年6月18日に発表9月7日に発売を開始。メカニズムは1.6リットルエコブーストプラス6 a t o オードのみの設定で、グレードはベースグレードのトレンドと安全装備を充実させたタイタニウムの2種。2015年8月6日にマイナーチェンジ版発表9月5日に発売を開始した。 トレンドに1.5リットルエコブースト、タイタニウムに2.0リットルエコブーストとエンジン換装が行われ、アイドリングストップ機能も追加された。2016年末、フォードの日本市場撤退のため、販売終了。ボディは仙台と同じくエスケープと共通となっている。エクステリアデザインは仙台のエッジの立ったデザインからプーマと、 共通する抑揚のあるデザインに一新された。プラットフォームは4代目フォーカスなどと同じ C に、プラットフォームを採用。パワートレインは1.5リットルガソリンエンジン、1.5リットルガソリンターボエンジン、2.0リットルディーゼルエンジン、2.0リットルマイルドハイブリッド付け、ディーゼルエンジンを設定。また、2.5リットルガソリンエンジンと 14.4kWh のバッテリーを搭載した。 プラグインハイブリッドモデルも設定した。ありがとうございます。